ああいうさ公共の場でやるやつってさ、なんか自分だけこう人いなくて早く終わっちゃったらどうしようとかってやっぱ心配するじゃないですか。だから何もう本当にありがたいとしか言えない。本当にありがとうございます。もう楽しくやってました。ペタ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 今日はあれやってるとちょっと何初心に戻る的な、なんかこう保育園で子供の頃を思い出すみたいな感じ。うまく飲まってるね。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日もあ、ねえ、そう、昨日ごめんね、昨日配信できなくて。これちゃんと続いてるかね。続いてるよね。やめて、お腹痛い。大丈夫。ユズは下で寝ているかな、寒かったって。大丈夫。そう、昨日、そう、昨日はできなかったけど。今日はですね、テンパ会して、あ、そう、また一人でカラオケ行ってきた。毎日配信なくた、あ、よかったよかった、ありがとう。体調ね、大丈夫。でも、まぁ、ちょっとまだって感じだけど、でもなんか薬飲めば大丈夫、ロキソニン飲めばって感じがある。男持ってる？はぁ、イヤホンつないだままだ。今更？ちょっと待って待って、みんな今言わないでよ。ちょっと待って、じゃあ一旦止まるね。ちょっと待ってね。聞こえる？ちゃんと。これで聞こえますか？聞こえるかい？乗った？ Bluetooth 切りました。 Bluetooth 切ったら直ったかな。よかった、原因は Bluetooth でした。そう、今イヤホンして踊ってたからさ、 Bluetooth つないでたんだった。忘れてました。ありがとうございます、教えてくださって。ネイビーム可愛い、ありがとう。あ、アクト久しぶりな気がするけども、結婚してありがとう。久しぶりじゃないか？今何歌ったかさ、びっくりするよね。ブレイクアレックでした。なんか間違えて新曲歌っちゃいそうになるよね。今日まじまさんがさ、手形会でさ、このまま新曲流れちゃえばいいのにとか言っててさ、それなーって思ってた。急に、え、何この曲ってなる。手形会見てる人しかわからない。ね、アルバムは4月27日発売ですので、よろしくお願いします。カップリング曲も発表されましたね。よろしくお願いします。うん、全部曲知ってるよ。もちろん私たちは知ってます。知ってるし、聞きながらだったらメロディーちょっと歌えるくらい。歌詞は知らない。こんばんは。いや、ね、2期の曲はね、毎回いい曲だよね、本当に。全部いい曲。今回もめっちゃいい。ちなみに私めっちゃ好き、やりたかったって感じ。私やりたかったって感じのやつですね。ボサボサだから嫌？え、嫌じゃない、別にボサボサだけど。ケイスケ、卵ありがとう。アーカイブあるよね。
アーカイブあるのかな、わかんない、あるのかな、ある、ある、みんなありますか。多分あると思います。あるって、よかった。いや今日も寒かった、わかる、寒すぎて。もう私も寒くて寒くてさ、朝からさマネージャーさんにさ、北海道ないですか、本当に無理です、本当にもう耐えらんないですって言って、 URL が届くんだって。あったかい飲み物飲んでた。コオロギかわいい、ありがとう。キミガルちゃんありがとう。卵、いや暑かっただと。いや最近そうなの、寒すぎるよね。そうなのよ。こんばんは、こんばんは。寒すぎて4月だけど暖房つけてるよ。わかる、私も暖房つけてる。ストーブもあれも クーラーじゃなくてあのエアコン。足が高い絶対できないよ、だって手でも難しいんだもん。あ、こんばんは、今来てくださった方もありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。卵ありがとう、たありがとうございます。卵わ、なにこれ、イエイ。ラグないよね、ありがとう。早ほく取れた。なんかこの間のやつさ、みんなさなんかさツイートしてとか送ってって言ったけど、送ってくれた人いなくてさあれみたいな。あ、まあまあいたよ、一人くらいいたんですけど。またどう、何前歯の主張って。こんばんは、こんばんは。今日昼寝したから明日仕事で寝れそうにないよ。それはそれは困りましたね。それは寝ない方がいいと思います。私はもうそういう時は寝ない、諦めて。でなんか見る、アニメとかドラマとかなんかもう見て。あ、スクショありがとう。イースターディズニー行ったことあるよ、めっちゃ好き。あ、手形こちらこそありがとうございます。スクショ、あ、早めに。ミミが今日ゾンビ、あ、そうそう、朝から言ってた、あの新幹線見たって言って、知ってるとか言われたから、ちょっと待って、舐めないでもらっていいですか、私ゾンビ大好きなので、もうもちろん知ってますよっていう話になって、感動したって言ってた。夕日、え、めっちゃ綺麗だった、いいなぁ、羨ましいぜ。夕日なんて見に行っちゃってロマンチック。アクト、おかわいい、ありがとう。いやそう、ゾンビはそうガチ勢なんですよ、ゾンビ大好きなのです。エンガワとサーモン初めて食べたってどういうこと、え、今まで食べてなかったの。あのエンガワはわかるよ、食べてなかった、サーモン食べてなかったって、そんなことあるの。配信の場合の髪型こちらですか。女の子と二人で見に行ったのかな。うん、バイメちゃんは手形ははっきり分かる感じでした、ありがとうございます。エンガー食べたことないの、嘘、エンガー食べた方がいい、美味しいよ。
大人って縁側食べるもんだと思ってた。なんか渋いじゃん。私今日の話何話そうとしたんだっけ、ね、忘れちゃった。なんか話そうとしたんですけど、何を話そうとしたか忘れちゃったな。まあいっか、そういう時もあるよね。こんばんは、こんばんは。年が初めて食べたの小4だったな。だって小学生で食べたの早いね。私中学生からハマっちゃった。あ、こんばんは、こんばんは。役ねば？何の話？何の話？急に役ねば？どうした？え、ありがとう、今日も可愛いな。だってありがとうございます。そんなことないけども、最近自分のビジュアル悪すぎてさ、なんかもう鏡見るのも絶望するし、なんかこういうなんか写真撮るのも絶望して、最近写真撮るのが怖くて、写真がなんかもうなんか苦手意識みたいになっちゃってるんですけど、でもなんかアプリでなんかそのスノーとかあるじゃん、ああいうアプリでまあ普通は撮るじゃないですか、アイドルだけど、なんかアプリで撮るよりもなんかもうあのなんだっけ、普通の iPhone のノーマルカメラで方がなんかまだちょっと良くて、最近はそれで撮ってるんですけど、やっぱそれだとね、インスタのいいねが少なかったということで、あのやっぱりアプリに戻そうかなと思いますね。今日のやつもノーマルカメラで撮ったの、昨日のやつもノーマルカメラで撮ったやつなんだけど、やっぱちょっとインスタのいいねが伸びないということで、やっぱりアプリで撮らなきゃいけないっていう。でも病んじゃうの私、アプリで撮って病んじゃうの。なんか可愛くなさすぎるってなって、もう、うん、目上がりのこのピョンピョンピョンって感じ、ビジュアルがピョンピョンピョン。でもノーマルカメラね、あの画質いいからめっちゃ大好き。あとなんか変に加工されないの、顔が。なんかアプリのやつなんか顔が変なの、加工されて、なんか顔が変で、なんか全然可愛くなくて、なんか漏れなくて、うわーってなるから、ノーマルカメラで撮ってその後補正した方がいいかもしれないって思ったんだけど、でもまあやっぱりやむよノーマルカメラは。ビジュアルがピョンピョンピョン、うん、全然違う。困ったもんよ、私のこと可愛く描いて、汚れさん私のこと可愛く描いて、したら自信つく変なバユメはいつも変だよ。変なバユメは周りは周りの目と自分の目、こんばんは、こんばんは、ありがとう、来てくれてありがとう。今日そう、お手紙とプレゼント1個届きまして、はい、お手紙くれた方ありがとう、プレゼントくれた方ありがとうございました。家に帰ってきてですね、お母さんたちに自慢しましたスタッフさんにもう自慢しました。めっちゃ可愛いプレゼントが届いたんですけどね、本当は見せたい、みんなに見せたいんだけど見せちゃいけないからね。そう、めっちゃ可愛いのもうね、こんなね、なんて言えばいい、可愛いの、本当に可愛いの。なんか自分で言うのもなんですけど、なんか自分のね、そうイラスト、まあ、なんかヘッタクソなイラストのなんか可愛いのを作ってくれたファンの方がいて届けてくれました。めっちゃ可愛いけど、めっちゃ可愛いんだけど、あのね、自分で言うのいいのかな、自分で言っていいのかな、あの変なキリン、なんか発泡音紙のキリン描いて、なんか可愛いんです。めっちゃ見せたい、みんなにめちゃめちゃ見せたい。あ、こんばんは、こんばんは。
画力が追いついてない。そんなことないよ、可愛いです。届いてるっぽいですよ、今まで見た人の中でも。全然全然本当に、それは過大評価、過小評価っていうよね。過大評価だよそれは。なんか寒くなってきちゃった。さっきまでさちょっと踊ってたからこの部屋暑いかもって思ったけど、ストーブ持ってこようかな。どうしようかな、持ってこようかな、どうしようかな。そう、本当は見せたいんですけど。あ、こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってて、ストーブ持っていきますね。ちょっとさ、寒いくてさ、寒い、まあ、持ってくるって言ってもここにあるだけだ、ここにあるので。はい、よいしょよいしょ。いつもの私のこの愛用ストーブちゃん、またぬおーって言うけど、暖かくなったらじゃあ消すから、ちょっとぬおー許して、ぬおー、いきます、 3、2、1、ぬおー面白い。タイミングバッチリだね。そう、棒じゃなくてもだってこれぬおーって言ってるもん。ぬおーって、あったか、あ、ぶつけた。ビブラート、そう、ぬおー、ヨネと服おそろいじゃない。お、あ、強いて言うなら、何月だろうね、11月ぐらいにクロちゃんの番組に出た時に着てた黒いワンピースはヨネダのお揃いとかじゃなくて、ヨネダのやつ借りた時もあった。あ、ペンライトありがとう、ぶっちゃん、ネイビーム音符ありがとう。あ、そうそうそう、あ、ボート違う、あ、違う、それは違う、それは友達、違う違う、ちょっと待って、何のやつだっけ。11月だから、あ、あれだ、ザナイトの方だ、プロレスラーさんと一緒にやったやつ、シーマナツ出た時だ、そっちだ。あったかーい、あったかいだから、明日不安だよ、明日プレミアムライブがあるんですよ、不安だよ。近づけよう、これおいでー、うん、よいしょ、不安だよ明日のやつ、これから頑張って覚えるよ。ショールーム終わったら、お風呂入りながら見て動画とか、あとはなんか立ち位置表とか歌割りとかいろいろ見ながら覚えて、お風呂も出てきてもずっと見て、寝る前も見て、まあでもちょっとそれだけ、あの進撃の巨人見たいかなとも思います。今進撃の巨人はシーズン3の3話ぐらいだった気がする。そう、さっきまでダンスしてた。どれくらい曲やるんだろう、どれくらいやるんだろう、どれくらいだね、曲やるんだろう。ライブ会場めっちゃ狭くて距離、あ、そうなの、全然ね、ライブ会場見てないんだけど、どんな感じか。今日のお洋服ザラ当たり持ってる、
これ超かわいいよね、ザラだよ。本当はここ止めるんですけど、あのダンスしてて開けちゃいました。本当は止めるよ。お風呂場で巨人化せえへんよ。もうシーズン3行ってますもん。私ね、見るの早いの、めっちゃ見てる、ずっと見てるからさ、あのすぐ進むの。ライブ頑張れ、ありがとうね。ライブファイトありがとう。逆によくシャワー目で見るのやめれた。だってさ、練習しなきゃいけないんだもん、プレミアムライブの。それも仕事だからさ。ということだったんですよね。頑張って追いついて、私に。渋谷のプレミアム4月20だっけ、渋谷のプレミアムライブ。俺巨人化してんの？俺いつ出てきたっけ、その巨人。どの顔だ、覚えとこ、どの巨人か。高原レインボースターありがとう、早ホックファイターありがとう、アクト音波ありがとうございます。そう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 、進撃見たら練習できないの、私できないから。でも見たい、でも見たいよ。 YouTube も見たいし、 TikTok も見たい。爪割れた、違う、割れた、まあ、折れたが正しい。爪折れた。そう、終わったらヒロアカですね、次はね。渋谷行きますか、待ってます、頑張ります。でも明日失敗しそう、絶対大丈夫だよね。でもあのリハーサルできるから、明日はちょっと待って、そのリハーサルでできれば自信がちょびっとだけつく。でもね、リハーサルでできた時って本番失敗するんですよ。でリハーサル失敗した時って本番成功するんですよ。でもリハーサルで失敗するとメンタル面が本番ね不安なの、やっぱり成功してないから。もうどっちもどっちだね、それって。お茶飲んでいいですか。どっちもどっちだな。だからいつもね、リハで成功するべきかリハで失敗するべきかっていう、どっちを願えばいいか分かんないの。もうなんかどっちも多分不安なんだと思う。そう、うまくいってもうまくいったで本番は失敗しちゃうかもって思って、リハうまくいっちゃったらちょっと逆に不安になっちゃうし、でも本番失敗しちゃうともっとなんかこう、え、本番もできないかもってなって、それも怖いし。結局ね、おーい、お茶。そうなの、だからどうしたらいいか分かんないんだよね、結局どっちなんだろう。あいみさんからいいね来た。お茶、ありがとう。めっちゃエッグ降ってきてる。エッグありがとうございます。ハートもありがとう。キーエッグありがとうね。ぶっちゃんハートありがとう。そう、桜餅なくなっちゃったね。そうなの。ふー、怖いなー明日。しかもなんか初めての位置ばっかりでやったことない。だから振り付けもさ変わるからさ、で位置も変わるじゃん、歌割りも変わるじゃん。もうだからなんかこう全部が全部不安でございまして、だから振り付けすらできないかもしれない。そしたらでも振り付けは大丈夫、あのなんかこうなんかこう踊る、なんか踊るから大丈夫。なんかもし振り付けやばいわかんないってなったらなんか踊る。そう、なんかを動いてればさ。でも大丈夫、練習本番前とリハーサルで練習とかいっぱいして、そうたら大丈夫だと思う、多分だけど。立ち位置が怖い、立ち位置が怖いですね。なんか自分が移動とか間違えちゃったらさ、人とぶつかっちゃうか、なんか怖いよね。立ち位置ちゃんと覚えなきゃ。立
ちいちやばいな。アンキパンは大丈夫。一応ね、キャパ爆発しそうなわけではね、ないからね。全然、アンキパンに頼らないで大丈夫かな。自分に頼る。ね、爪割れちゃってごめんね。ちょっと爪が気になっちゃってね。あ、ストーブ熱い。熱い。ありがとう、みんな応援電波送ってね、いっぱい。明日来てくれる人いるのかな。大阪だからみんな来れないか。しかも明日って何曜日、日曜日。でも一応日曜だっけ。明日は私ね、曜日感覚がなくて、曜日が何曜日か分かんないんですけど、明日は日曜ですか、月曜ですか。平日なの？あ、でもそっか、夕方か。ちょっとは配慮されてるか。明日行く？本当に？明日来てくれる人みんな、ちゃんとバユメグッズ忘れないでね。ステージから見えるように持ってきてね。よろしくお願いします。なんか当日券とかあればいいのにね。それはないでしょ。なんか、ていうか、そう、何、愛を知るのイベントじゃん。愛を知るの時からファンだった人しか行けないってこと？ん？最近ファンになった人は来れない？最近応募あったの？それとも愛を知るの時の当選者のまま？だとしたら最近ファンになってくれた方は来れないってこと？来れないの？行きたいのに応募すらできてないのか。愛を知るの時のやつだから。マジか。わあ、じゃあ愛を知るの時から応援してくださってる方たちだけしか入れないのですか。じーじじじだね。じーじじだね。だってその後ファンになってくださった方もいるわけでしょ。それちょっと悲しいね。なんか悲しい。なんかあれがあればいいのにね。そのなんかもともと当選してた方と、あとこう最近もう一回、なんていうの、最近、今の当選枠の人とつけてほしい。ちーん、そうなんだね。キャパはキースタジオぐらい？もうちょっと大きいのかな。キャパはどんくらいのとこでやるんだろう。まだね、調べてないんですよ。いや、当時の期間中、それは悲しい。そう、なんか追加枠みたいなのねあればいいのにね。なんかね、しょうがないね。入れるね、人数が決まってるから。もうちょい広いくらい。当日券枠みたいなあればいいのに。なんだ、ちょっとバイブのファンの方いるかな。なんか不安になってきちゃった。全然いないかもしれないと思う。オンライン方の話してると思う。めちゃめちゃ何くらい来るんだろうね。ちょっとキャパすら分かってないから。私、何これ、過密力。今何分だ。じゃじゃん、54分ですね。今携帯で見ました。時計は止まってるの。ありがとう、渋谷待ってるね。ありがとう、みんな応援電波くださいってやるから応援してね。 SNS でも応援して、そしたら届く。そうだね、夜ライブもあと何回できるか分かんないからさ。
絶対なんかバイメロファンの方夜来当たらない、なんかあんま見ないんだよね夜来で、だからみんな来てほしいな。ちょっと平日でそれそうだよね、来れない人もいいかなと思うんだけど、楽しんできます、ありがとう。え、ナウいらんってそれ私も言われるの、待ってびっくりしちゃった、私も言われちゃったんだけど、やりたいね、当たりますようにみんなが。当たったことないの？嘘、やばい、当たれみんな当たれ、楽しんできてもらって、うん楽しむ、景色ありがとう。北海道からバイメ頑張れと来るわ、はい待ってます。バイメにも言われんのか、ヨルラ行きたい、みんなヨルラ行きたいって言ってくれてる、嬉しい。ヨルラいいよね、あのなんかアットホーム感がすごい大好き、あの距離感もすごい近いし、なんかあのキースタジオがなんかやっぱ落ち着くよね、ずっとあそこでこうライブしてるからさ。夜ライまだやるんじゃない、さすがにやりますよね、うんうん、こちらこんばんは、ゆめちゃん出るとき当たったこと、そうやっぱ私のファンの人いないもんだって、夜ライいつもあれみたいな、私のファンの人いないよって、生ボイメさん見たことない、え、タッキーあれか、リアルトークとかは、いやお見送り楽しいのよね、そうなんですよ、夜ラインの距離感いいよね、あそうありがとう来てくれて、夜ラインふん、夜ライン初ですよ僕、夜ラインなんかあったっけ、あるんだ、もう終わったんだっけ、この間一個あったよね、それの話か、はい、あくびしてません、57分、一度だけ入った、楽しかった、大葉がちこいつけばあげて、あげてくれんのありがとう、嬉しいよ、私あげられたことないの私じゃない他のメンバーにあげてるのは見たことあるけど、私のが上がってるのは見たことがないの、ありがとう姫、57分です、ありがとう、なおいらんって言われてる、いるの、時間大事に、ライブ生で見たことないですね、そうだよね、でもまああのオンラインで喋ったことあるおーって、あるおー、いたやらハートありがとう、通貫ファイトありがとう、キミガルちゃんだるまありがとう、翼エッグありがとう、めっちゃカラフル、猫ちゃん元気よ、まゆみさんがやられてるなら抽選応募してみようかな、ぜひぜひぜひ、そうあくびしたかどうかはコンフィデンスマンの世界へようこそって感じですね、ゆず出した個人的な僕のイライラを察知することゲーム、本当に嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しい、吸い込まれること思ったよ、私なんか吸い込もうとしたっけ今待って今何分、58、ゆるらいね、そうあげるの約束します、はい、あとはあのなんかちょっと他の子に今あの行っちゃってるね、あのお友達もいるじゃないですか、ケスケのお友達、しょうがないけどちょっと悲しむよって言ってて、悲しむよって、映画見に行けてないよ、お疲れ様ありがとう、あやばいそろそろ時間がやばいですやばいですやばいですということで急いで読みます、13位チュウシ、12位アラさん、11位カメさん、10位イタヤラ、9位エレメンツ、8位ギターアザラシ、7位バボシさん、6位ブッチャン、5位ターン、4位ケイ、3位キー、2位ハヤホク、1位がアクト、
ありがとうございました。別に怒ってはいないよ、怒ってはないけどありがとね、バイバイ、ありがとうございました。後でメールします。ありがとう、 DM かな、ありがとうございます。じゃあね、みんな、また明日です。バイバーイ。